おはようございます。長老クローです。カセットの拡張音源を強制的に再生する動画の2回目。ファミコンなしでもっと簡単にジャレコのサンプリング音源を再生します。今回は燃えろプロ野球を追加。燃えプロシリーズは2種類の音源チップがあって、セリフと声質は前期の方が長老好み。前回の基盤で再生してみました。アホブブブン、チョロクロウ。簡単改造をします。少ない手順でとりあえず再生します。不要なチップの取り外し、廃棄するチップなのでニッパーでリードを切り離す。基板に残ったリードは引っ張りながらハンダを溶かす。邪魔くさ作業の繰り返しで基板はすっきり。この後もいろいろと加工してから気がついた簡単な改造にすることを。カセット単体で動作する方法に変更。アゲイン燃えプロ空割り。まずは電源接続。1ピンがグランド、31ピンが 5V。 音声出力端子も接続。使わなくなったダイソーのヘッドホン延長ケーブル、適当な長さに切って予備ハンダ。赤緑が RL、 銅色がグランド。音声はモノラル出力なので RL はまとめて接続。この時は直流カットのコンデンサを忘れていました。接続するスピーカーはダイソーのやつ。ハードオフで110円。テスターで音声チップの入力信号を確認。とりあえず邪魔な部品がこれ。ニッパーで切り取るのが面倒なのでハンダ吸い取り機。抵抗とかジャンパーをつけると最低限の改造完了。スイッチの代わりにピンセットで陥落すると再生。でも音声の番号はランダム。何が再生されるか運任せ。制御するにはこれが邪魔。外したプルダウン抵抗をつけた。コンデンサもつけた。これで音声を0番に固定。ブブブン、チョロクロウ。スイッチを取り付けます。再生する音声を選べるようにスイッチを取り付けます。部品は再利用。秋月電子で購入。全部で200円ぐらいなので安いけど、一組しか買ってなかった。スライドスイッチは
一個足りなかったし、一個は壊れてた。スイッチの取り付け位置を決めたら、穴開け、リューターで開けているのは、ドリルを用意するのが面倒だったから、ネジがないので、両面テープで貼り付けて、配線、成り行き任せで工作すると、足りないものだらけ。購入したらしっかり固定します。はいはいはい、パタ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 、ブブブン、チョロクロウ。ケースに組み込みます。ケースに組み込めば簡単改造の出来上がり。元の基板はそのままケースに収まるので、スイッチや追加のケーブルが収まるようにケースを削る。てっぺんにはケーブル用の穴、オーディオと電源のケーブルを通す。電源はいつもの USB 電源、5V は確保しやすい。ケースを加工したら基板をネジ止め、高難でバラ売り買ってきました。 M3 鍋小ネジと愉快な仲間たち。ネジが3円でナットが4円。なんかバランス悪い。疑問は残るけどコスパよし。がっちり固定したらもう一仕事。ワッシャで端子がショートしている部分のパターンをカット。確認していないけど問題を起こしそうなので念のため、あとは USB 電源とオーディオケーブルの取り付け。邪魔な抵抗とかスルーホールのハンダをコテとスッポンで除去してみたけど難しい。ハンダ吸い取り機再強接、動作テストで付け忘れていた直流カットの電解コンデンサを追加。47マイクロ、16V、100マイクロくらいでもいいと思う。改造した基板はこんな感じ。改造するときは画面をキャプチャして参考にしてください。テーブルが噛み込むのでケースを削って調整。削りすぎた。抜け止めの結束バンド。蓋を閉じたら出来上がりのはずでしたが、ケースにスイッチが当たるので削ってフィニッシュ。ブブブン、チョロクロウ。動作テストします。完成したので音声再生。前回の動画で一通り再生したので雰囲気をお楽しみください。このカセットは改造が簡単だったのでおすすめ。奥に映ってる赤いやつ気になりますよね。セリフも声質も長老好み。改造が大変だったのでおすすめできません。狭いところに部品を詰め込んだので抵抗のリードが知恵の輪みたいに曲がって裏表にギッチギチ。デザイン的にはこっちの方がいい感じ。手軽に作るなら白いのを改造してチップを乗せ替えてください。
消費電力はかなり少なめで、ほとんどがスピーカーの電力、モバイルバッテリーでも余裕で使えました。今回の改造で使ったカセットは7本1000円ぐらいで買ったけど、定価なら4万円以上の大名遊び。すごいわ。チップの説明とか回路の説明とか赤いカセットの改造とか資料や動画をたっぷり準備しましたが、面白くなかったのでバッサリカット。リクエストがたくさんあれば編集公開するのでコメントにお寄せください。終わり。